私はもともと文系出身で、あまりこう宇宙開発を就職としても職業としても志望してついたっていうことはなくて、職業ついた時は何かこうしくじっちゃったなっていうか、難しそうな分野についちゃったなっていうのが正直なところ最初ありました。ですけども、その最初建設会社で宇宙開発を始めて、その頃宇宙旅行ですとか、あるいは宇宙ホテルですとか月面基地って言ってた、当時構想だった要素技術開発を始めていた構想だったものが、自分の、職業年月とともに計画に変わってきてるっていうプロセスにずっと立ち会ってきて、宇宙の面白さっていうのをずっと感じてきてるっていうのがあります。